妖気様ら、俺がサイヤ人の王子、ベジータ様だ。まあ今日はエイプリルフールということもあり、お前たちに大切な話がある。俺はサイヤ人の壁を越えるために活動を休止する。今まで一緒に楽しんできたお前たちにこんな報告をしてしまうのは、サイヤ人の王子としてはかなり心苦しいんだが、このような結果になったことをお前たちに納得してもらいたい。まあこのチャンネルも3年ぐらいやってると思うんだが、まあとにかく3年間本当に楽しかったぜ。まあとりあえず一旦活動を休止するんだが、それまでお互いサイヤ人の高みを目指そうじゃねえか。まあとは言うものの、その間お前たちも寂しい思いをしてしまうんじゃないかと俺は危惧している。といったところで、この俺様が修行している間、ある奴にバトンタッチしようと思う。それがこいつだ。おっす、あれ悟空ん？これどういうことってんか。俺びっくりしたぞ、ベジータのやつ。まあ修行した方がいいな。ということで GK から YouTube にかからっとよろしくな。それじゃまたな。ん？これどうやって消すんだ。俺わかんねえぞ。